純正指定がブルーのロングライフタイプとありますので、オートバックスにてブルーのロングライフタイプを購入。まずクーラント交換用サービスコールのカバーを取ります。内装剥がしやマイナスドライバーにて外します。ドレンコックが見えません。前から見えました。排出用ホースを接続します。狭く入れづらいです。太いホースがあればいいですが、ありませんでした。場所が狭く腕に力が入りません。ベンチで緩めます。ベンチだとすぐ緩みました。狭いためベンチを入れるのに苦労しました。ホースが細いので時間がかかります。ラジエーターキャップを外します。押しながら回す感じでキャップを取ります。ヒーター用ホースのエアー抜きキャップも外します。ひどく劣化した様子はありません。1杯目2リッターほど回収。再度バルブを開く2杯目。4リッターほど回収。錆などはありません。やはりひどく劣化していません。しばらくほっといたら空になりました。コックを閉めてホースを抜きます。後でベンチでしっかり締めました。サービスホールのカバーを締めます。オートバックスにて購入しました。ブルーロングライフタイプです。濃縮タイプなので2倍に薄めます。2倍に薄めました。軽く攪拌します。
冷たクーラントを入れます。一気に入れると溢れます。2杯目、4リッター入ります。入り口まで入りました。リザーバータンクにも規定量を入れます。規定量入りました。ヒーターホースのエアー抜きを行います。積み越すとエアー抜きより溢れます。エアーが抜けたらキャップをしっかり閉めます。ラジエーターキャップを閉めます。エンジンを始動して回転を上げます。停止させ、ラジエーターキャップを開けます。エアーが抜け、クーラントが減ってるので出します。ホースを揉むとエアーが抜けます。同じようにエンジンを始動して回転を上げます。エンジンを始動、クーラント継ぎ足しを4回ほどやったら減らなくなりました。最後、暖気して、ラジエーター内のエアーを抜き、ヒーター内も循環します。エアコン設定を変更、エアコンを HI に。ドレー修理を点検。ヒーター配管のリードラインを切るときはエアーが入っているかのことです。音を聞いています。ファンが回るまでランクさせます。
てから確認しますが、冷え切らないとこうなります。注意しましょう。冷えてから確認しました。少し減ってます。今度は走行後確認して終了します。